い、今日はアンフィールドに来ました。リバプール VS アトランタ、ヨーロッパリーグを見に来ました。そしてこれ一緒に歌おうと思って買いました。じゃあそれでは会場に入っていきたいと思います。それでは会場に入っていきたいと思います。ヨーロッパリーグの初めて見た。はい、席座りました。今日のアタランタは本当に何も分かんないんで、セリエ A で5位のチームみたいです。で、アーノルドがベンチ入りしてるんで、ワンチャン出たらめっちゃ熱いなって思います。今日のスタメンはキーパーケレハー、4人のディフェンスがゴメス、コナテ、あ、コナテ出てる、ファンダイク、ツミカス、ミッドフィルダーにマクアリスター、エンド、ジョーンズ、フォワードにエリオット、ヌネス、ガクポ。お、結構メンバーがガラッと変わってるかも、前回のユナイテッドの試合より。すごい。じゃあ試合まで待っていきたいと思います。立たないの？立たないの？なんかここみんな立たないみたいな。前回の方盛り上がってる。なんで？これね、これで立つんだ、みんな。
ガス。惜しい。ファンダイクがコナテに、コナテいいぞ、ユネス、スミカス、ジョーンズ、エンド、エンド、頑張れ、頑張れ、頑張れ、エンド、よし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 、オッケー、オッケー、いいとこ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 、ユネス、出た、ユネスシュート、エナチョコシュート、出た、もうみんな呆れてる。おもろい。メネスってこういう人って分かられてるから。エリオット、頑張って。お、いいね、いいね、いいね。いいよ、プレッシャー。ナイスです。あー。ナイスキレハ。いけ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 。いいよ、カウンターカウンター。意識いけいけ。惜しい。惜しい、惜しい、惜しい。いいぞ、いいぞ。いいぞ。惜しい、惜しい、いいぞ、学校。エンド。よし、よし、よし、頑張って。スミカス、フネス、エンドに戻す。エンドどうする？なって。いいよ、ヌネス。落ち着いて、そこ。イエロー、フリーキック。めっちゃいい位置からの。アーノルド出そうよ。お、違う、ツミカスが蹴った。エリオット、おー、うわー、多分惜しくもポストに当たった。エリオットのこうキック、えぐいコースだったけど。ガクポ、ガクポ、ガクポ足長くね。おーおーっと、ヌネス、ヌネス、ヌネス、いい位置、いい位置。うわー危ない40分ぐらいで決められた。やばいよ、やばいよ。よし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 、いけ、ここからだ。逆転、危な。キレハナイス、惜しいんだよね。おっと、エンド。よし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 、狙えるぞ、狙えるぞ。バカ走ってる。前半終了。はい、前半後半です。はい、前半終了しました。なんかリバプールのそのボールのなんだろう、取られ方が悪いから、多分アタランタに攻められてシュートまで行かれちゃってると思うから、とりあえず今 1-0 で負けちゃってて、でもリバプールの攻め方はすごいいいと思うから、そのニュネスとかが間に入ってゴールをつなげてるから、あとは本当にもうゴール枠内に打つだけみたいな感じかな。エリオットとかもさっきすごいいいコースで打ててたし、ニュネスがちょっとね、最初の逃したのでかかったと思うけど、まあいい感じにできてると思うから、後半もこのまま頑張ってほしいなって思います。あとアーノルドがベンチ入りしてるんで、絶対に出てほしい、絶対見たいって感じかな。まあ勝てるっしょ、リバプールなら。頑張ってほしいと思います。頑張れリバプール。後半
半開始、後半サラーが出てきた。ん？誰がいない？エリオットが抜けた。おっと、エンド合わなかった。危ない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 よ。今日今日今日後ろエリオ、よしよしよし、よしよしよし、よしよしよし、サラ、よし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 、いいとこ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 、わかりました。さあ、おっと走ってる走ってる、ナイス走ってるナイス、いいよ。惜しい。よし、いいとこいいとこだよ。どういうプレーなの？謎？うん、何したの今？ハンド？リバプール？遠藤調子悪し？調子悪いけど全体的に怠けてる？ゆるいよね。ほら、いつもよりなんか動き違うもん。おっと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 、何それ、そういうのありなの？危ねえ、ナイスケレア。走れ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 、ヌネスヌネス、おっと、いけいけ、ヌネスヌネスヌネス、うわぁ、よしよしよし、いい位置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 、絶対絶対絶対に決める。今の決めて欲しかったよ。よし、いけ、すげえ、キーパー浮いてた今、宙浮いてた。ロバッツソンね、これ。よしよしよし、いいよいいよ、ガクポ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 、ヌネスってマジでさ、本当にヌネスってなんでマジであんな簡単なシュート入んないの？でもヌネスって簡単なシュートほど外すからそれで有名なんだよ。逆に難しいシュートの方を決めるの。いけいけいけ、サラ、サラめっちゃいいとこに蹴るよね、いつも。頭当たっちゃった。こんなって、あば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 、よし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 、ナイス、こんなって。ヌネス？なんで？シュート外すから？ルイス・ディアスが入ってヌネス抜けた。そっか。2-0、あれかな、一気にメンバー変わったからかな。だって前回までさ、クアンサーとかさ、コナーブラッドリーとかだったじゃん、バック。多分一気にメンバー変えたからだよ、わかんないけど。なんか全体的に調子悪いもん、なんか動きが鈍いんだよね、みんな。でもアンフィールドはどういう場所って言ってたか覚えてる？ロスタイムでね、ロスタイムで逆転が多いから、アンフィールドは。やばいって、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 おだろう。汗汗しすぎじゃない？もうちょっと落ち着いてやればいいのに。よし、おっとおっとおっと、強いんだよね、体は本当に強い。おっと、うまい、今ナイス。
ジョタ、ジョタじゃん。必殺仕事人ジョタ登場。けけけけ。何？あの位置のフリーキックえぐい。マジか、今の決まったと思ったのに。やっぱジョタ入ったらなんか変わったよね、動きが変わった。なんかみんなキリッとした。全然変わるな。ジョタでしょ、やっぱジョタ仕事人やわ。おお、やばい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 。こなて頑張れ。え、待って、やばいってそれは。ナイスナイスナイス。頑張ってよ。おっとおっとおっと、うわーうおうわー。もう今の入れなきゃどうすんのって話だよね。ゴール前弱くない今日。ケレーハーマジか。試合終了。はい、今終わって帰ってるところです。今日昼間めっちゃ暖かかったのにね、18度とかあったのに風が寒いで、帽子飛ばされそうだもん。どうですか、なんかいつも見てるリバプールじゃない気がした。だってアタランタに3点取られてんだよ、やばくない？ベスト8なのに。アーノルドね、アーノルド出てほしかったね。まあジョタ見れたからちょっと嬉しい。みんなが言うジョタとはどんなものなのか見れたからまだ嬉しいけど、うん、はい。あ、パパカツとかね、確かに確かに。めっちゃ悔しくない？なんかやってないもん、やってないよ。まあまあ確かに詳しく喋ってないからね、すごく誤解されちゃうよね。ほんまにお金貯めて売ってるからこそ、そうね、得べきなんじゃないでしょうか。めっちゃお金貯めてねやってんのにまあ なんで私がそのお金あるかって言ったら、まあ、動画でちょっと話してるバイトみたいな言ってたけど、なんか家計が別に裕福とかじゃなかったから、逆にめちゃめちゃ働いてたんだよ高校生っていうか、なんかもはや中学校卒業してすぐぐらいから働き始めて、その時はバイトだったけど、もうめちゃめちゃ掛け持ちして超貯めてたのね。専門学校の時もずっと働いてて、なんか専門学校そんなに学校めっちゃ行くみたいなハードじゃなかったから、そこ全部バイトで埋め尽くしてて、その専門学校卒業してからは動物関係の仕事ついたんだけど、動物関係の仕事って本当に稼げないのは知ってたから、正社員にしなかったんだよね私。バイトみたいな感じで入ってて、それと同時になんか動画編集するのもちょっと楽しいなと思ってたから、コツ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 でやって、フリーランスで映像制作とかの仕事をして、あとね
他の仕事とかも掛け持ちしながらめちゃめちゃ稼いでたんだよめちゃめちゃ稼ぎまくって、なんかさ嘘って思われるかもしれないけどさ、人って本当にガチで頑張って稼げばさ全然稼げるくない？なんか本当に当時ずっと働きまくってたせいで安住飼ってたんだけど、親にずっと任せっきりでめっちゃ怒られたりしててまあ確かになと思ってたけど、本当日本帰ってからもうめちゃめちゃ忙しかったしね実際ね今回はあんまり編集してますみたいな動画は上げてないけど、前回の動画とか見てもらったらほんまに2人で編集して上げてる様子が結構見れるから、うん、そうだね、それはそっち見てもらったら分かるかな。確かに今回は前回よりもそんなにハードなスケジュールにはしてないからそこを載せてないけど、前回とかエグかったよね多分。でも2人ともそういうさ映像を作ったりしてたからできたスケジュールじゃないこの短い時間で動画上げて、ほんまに大人は関わってないよっていう、いや本当に関わってない、ガチで関わってない、マジで2人本当に2人だよね、逆に関わってほしいぐらいだよね多分。え、どうなんだろう、他の人はじゃ確かにこなせないスケジュールこなしてたもんね。手助けがあるなら手助けしてもらえない、うん、逆にね。まあでもどんどんさ、その YouTube の方もねやっぱり伸びてきてるから嬉しいよね。まあその仕事に関してが一番気になると思うから、本当にやってないよってねそう言われちゃっても仕方ないかもしれないけど、でもね信じてさ応援してくれる人がいっぱいいれば嬉しいし、そんな風に言われないぐらいまで頑張ります。逆にね、ついてくれるまで頑張ります。なんでなんだろうね、この年っていうのはあるのかな、その年齢的な問題。動画を全部見てくれてるかもしれないから、表面だけ見てくれる人だと、そういう大きさ動画だと、どのチャンネルでも確かにね、若い女がこんなに海外行きまくってたらそれはあるのかな。でもそういうね、なんか悪い稼ぎ方とかは一切してないから、あんな動画上げられへん、うんうん、まあ自分なりにちょっとね、海外だから海外っぽくみたいな編集とかね、こだわりがあるからね、ちょっとねもう全部見せたいぐらいだよねストーリーとかではそういうの上げてる。そうだね、インスタのストーリーではちょこちょこ上げてる、編集してるやつリアルタイム、うんうん、そうだね、インスタフォローして見てほしいね、私がどういう生活をしているのかとりあえず買います。はい、購入完了。ハンバーガー。今日さ来た時めっちゃ雨降ってたからさ、それどころじゃなかったよね。しかもはぐれるし携帯がね、あの Wi-Fi 持ってってたから、こっち 4G にしたのに使えなくて連絡と取れなかったの。 Wi-Fi も使えなかった。いただきます。そうね、唯一携帯ちょっと使えたのがショップの中、めっちゃ美味しい。専門学校まではさ実家暮らししてたけどさ、卒業してからさマジ3万ぐらいの家に住んでめちゃめちゃボロボロな家に住んでさ、ほぼ寝ないで稼いでた、寝ないで仕事してた。なんか元気あったその時は、体が。前橋って変化してた、うん、ヨーロッパからずっとあったみたいな。そう年取ったなって思ったのがなんかしんどいの、寝ないと。でも編集やってる人って結構忍耐力あると思わない？終わらせないと分からない。そうね、まあ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 、練習が早いというか起きてる時間が長い。これからコメントするときは起きてる時間が長い意味わかんないやん。で、ほんま、練習は別に多分俺ら早いわけではない、ね、うん、まあ普通だよね、起きてる時間が長い。多分8時間ぐらいかかってるもんね編集。でもずっと寝てないでやってるから早く出せるだけで、そう思います。多分編集者がいて動画送ってるのであれば逆にもっと早いと思う。だし誤字ないと思う。誤字あるって俺らめちゃくちゃ急いでるって、うんうん、だってさ普通さ多分預けてたらさ誤字ってかなりさダメじゃん、やっちゃいけないことじゃん。あのね確認するのにね40分とかの動画だとさもう40分見てなきゃいけないからね、もう早く出したいから、もう意識もろうとしてんじゃん、いつも終わったら。
だからさ、G 分かんないんだよね、間違ってるか間違ってないか。多分編集ってどっちかじゃない？完璧なクオリティ求めて長い時間かけて出すか、文字ミスとかあっても早く出すかじゃん。基本的に試合終わってからあれだよね、混みすぎて電車もタクシーも何も来ないんだよね、入ってる時間にご飯を。10時半、明日の12時ぐらいこっちのね、そうだね、こっから出ないだけの話。そうね。なんで私はアバカツとか一切してません。本当にフリーランスで一から稼いだお金だしっていうのは知ってもらいたいね。分かってる人は、うんうん、動画を結構見てくれてる人も分かる。うんうんうん、動画を一から全部見てくれてる人なら、そんな思わんと、うん、あの映像で、うん、でも言ってもってさ、マジ1割とかじゃん。9割が応援してくれてんだよ。だからこんな話するのも申し訳ない。そして俺も彼氏じゃないよって言いな。彼氏じゃねえよ。嫌だよね、こんなわがまま彼女ね。嫌だよ。嫌だって。今日の試合開始の時さ、あれあれあれってこんな感じと思わなかった？だよね。せっかくね、勝ったのにさ、えってなって。ウォーカーだったね。ウォーカーでみんな立ち上がったよね。でもな、ウォーカーさ、欲しくて取れないのか。ごめんなさい、皆さん。みんなが見たいウォーカーが流せれないよね。逆にあれあれあれの時、私、えみたいな顔してたわ。なんか、そのまだなのかなと思った、盛り上がり的に。これから来るのかなと思ったら、終わったね。遠藤君、ちょっと調子悪かった。調子悪かった。でも、かなり走ってはいたけどね。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあ、次回の動画は何戦かな。次回の動画もお楽しみに。またねー。